uno. ために、インドは家から一歩も出られないというような厳しい状態の中に、
億単位と、その規約の中に生きていかなければならなくなっております。それで私も来の出過ぎる行動が人類のためにマイナスと思って主張して行動は政府の指示に従って出しております。日本はどうでしょうか。私の自身の亀井勇気という弟子がおります。インド僧の名前はビーマボディと言います。ビーマという言葉はインド仏教で現在大のブッダ全道全世界中世の人であるというアンベルカル博士ことアンベルカル菩薩のお母様の名前がビーマーと、その名を取って今から7、8年前に南インドでテレンガナという支部があります。テレンガナ支部とアンドラプラデーシュ州より分離した州でありますが、そのテレンガナ州において約500名ぐらいの集団改修がありましたときに、その当主として頼まれました。日本人の亀井も改修というのかサマネーという日本名ではシャミと言います。の知識を得度を受けたいということを言いましたので連れて行き、その時に差し上げ命名したのはビーマーボディという名前で、とてもいいお名前だと皆様方が言ってくれております。彼の人を通じての調査でも脳は
最近どんどん増えていってる。毎日300人ぐらいの比率でこれらに症状が現れ、病院に入院していると言っております。また、この間、こうした事情において、日本の総理大臣様である安倍晋三氏が非常事態宣言、非常事宣言をなされたということを新聞やらこちらで見て、また紙のインターネットによって聞いております。私たちではちょっと遅かったんじゃないかと思ったんですが、まあ、いろいろと総理大臣様にはいろいろ事情があってのことで、この間非常事宣言をなさり、現在日本は非常事体制の中に置かれているということを聞いております。まあ、特に関東、そう、まあ、非常に多い、あるいは北陸、九州、非常に広がっておるようであります。そのため、学校の生徒方、学校が休学しており、閉鎖させられて、おるということであります。そういうことで一般にも、大きな商店街も、閉鎖されているということを聞いております。なるべく、全日本に深く入らないように、早く、これらのローマが日本の大地から退散してくれるように何よりお国の皆様より大変お世話になりご支援をいただいております。皆様方の子供である支え修理も非常に心配して、自分もその身の中にインドの非常体制の中に置かれて、この84歳の年齢において運動をしなければ足腰が痛み、
そうでなくても40年前に腰骨を高い捨て木から壊れて下敷きになってこう腰骨を打って4ヶ月は身動きもできなかったのが数十年経って年寄りになるとまた出てきまして日本からいただいた遠藤さんだとか古川さんだとか私は心ある皆様方からいただいたそうした激痛に耐える打撲に耐える骨折に耐える配偶水をて耐えて生きておりましたところまたこの日本に外に出ないないと病態になってますます運動不足というのか それがためにいたんで毎日で姿に マッサージやら貼り付け薬を貼り替えたりしております。もちろん私がインド仏教徒のインド仏教界の最長老というような、見方をされております。そして、生きたる仏教といわれる、現在の大インド大陸のその最中を家に位置する。だから、プール。これが現在、私が活動部隊の本拠地としているところでありますが、その、ナグプール。をアンベルカル大菩薩が祈り仏教を復興した大聖地また毎年何万人という改修式を招待しております直射部に会議室広場というところの会長に押されて、もう5年間、拙きながらも、会長を、役をこなしております。また、仏陀前の、16年間にわたる解放運動、現在も最高裁判において審議されつつあります。そういう活動から、ナクプルの
警察当局も私特別に車に乗って弟のあちこちの事情を見たり、あちこちの教人の事情を見たり、現状を見たりするためか、毎日動いてもいいと、出歩いてもいいという発想、警察社長のパスを発行してくれております。しかし私たちは歩くのもどうも身が引けてならず、まだひょっとして戦その悪魔に龍馬にこの名の龍馬にはずっとは困るというところより3日に1回出歩くことにしております。他の坊さんは他の人たちは全部家に籠もっていなければなりません。今インドのコロナ病患者が一番多いところはボンベイ、これはインドの表玄関、インドのエロピアというようなインド経済の中心地であります。だから外国の行ったり来たりする人が内緒で入ったり来たりしてるのかもしれませんが、一番多く病状が出て現在僕のインドですか。インドでは今1万800人患者が、ボンベはボンベだといくらですかね。ボンベだともう2000人以上ですね。ボンベは2000人以上、亡くなった人もボンベはだいぶおります。まあ1万人以上が全員の党として龍馬に侵されてだんだん増えていっております。1日1日と向こうにはそれで、インドのボディー市長が、3月の25日頃から非常態勢を敷いて、今日、しかし15日、ますます、インド全州、全域、各州州ごとに、病人が多くなっておりますので、本来は、昨日、14日で、
非常体制をトップ言うのが全人の各種の師匠たちがまた集まって師匠を囲んで討議した結果、来月の5月の3日まで非常体制を続けるというようになっております。今日どけるかと、自分でやめられるかと、しかしインド全体がどんどん増え、アメリカは行ったり、何百何万人という人が次に倒れて死んでいる、中国は分からない、中国自体が発表してない、しかしこれも何万人という人が亡くなっていると、何十万にも及ぶかもしれないと、ということも聞いております。何万だったかな。ムンバイが1800名、ナグプールが56名です。ナグプールは、現在、市長やら、州会議員やら、警察当局が非常に厳しい監視をしております。56名にとどまっております。次々に増えております。1日に9名ずつくらい。本命も先ほど言いました2000名、はい、ですからみんなマスクをしております。政府からくれるマスクもあれば、また薬局に売ってるマスクがいっぱいはあります。中には変なマスクをつぶって通用しないようなマスクをつぶって売り飛ばし、40カロー4年何千万円もの闇売りをした、そういう人も捕まっております。インド人はほとんどマイクをしません。風が吹いても、雪が降っても、台風が来ても、そういう習慣です。ですから我々が、ご近が特段マスクをして降りますと、ジャイナのジャイナ教でもあるとおりです。お釈迦さん当時からできた集団です。ジャイナ教の一つは生き物を手を殺さない、風の中に、空気の中にいろんな微生物が、生きた微生物が動いている、それも知っては摂取に
摂政会なんだ。財団は徹底摂政会だ。財団の教会室は、普通でもマスクをかぶっております。ところが今回、我々も時々、変なマスクを着ると、何度は坊さんのくせに、財団教になったのかと、そういうことを言われたことが、2、3回あります。それと、インド人は、マスクをかぶらなかったのであります。今回、全部の人が、小さな赤ちゃんから、おばあちゃん、おじいちゃんまで、マスクを履いております。幸い、私どものところには、何とか言う。荒金さん。荒金、龍氏、龍の子ですね。龍の子と書いて、メガネ龍氏という弟子が読んでおります。この人は、なかなかよく気づく人で、たくさんマスクを日本から送ってきました。やっぱり、日本のマスクはいいですね。インドのマスクはあまり好きじゃないね。ですから、いつも日本のマスクをかけて歩いたり、車に乗ってもマスクかけておりますが、何か心が休まれます。それで今、非常体制は5月の3日。今日、昨日で終わる頃、というのは、昨日が、インド仏教最高の大乗仏、インド憲法基礎の基地、全員の人はここからから彼の名を呼んでいればやまない、あのアンベガル大菩薩の誕生日、4月14日でありました。とにかく、アンベルカのますます、京都は、水に座って言っております。ですから、アンベルカル菩薩の誕生日は、4月14日には、海中広場、すなわち力車海には、何万という人が、押しかけていきます。もちろんインドからも多数の他の人は収集の人も来ます。マラスタ州、ユーピー州、デリー州、ウジラート州、そういう州はたくさんいます。そういうところからも来ます。これが、今政府は、5人以上は、黙って話してはいけない。5人以上は、一緒になって、会議もしていけない。話してはいけない。非常体制によって、規約を進めますが、14日、4月14日には、
安倍が誕生日、毎年毎年何万人と人がなだれ込んでいきます。ちょうど秋10月の朝か大王も平和宣言をし、おじさん人にその人がありますか、その朝か大王の宇治屋です。旦まで使いをせいます。旦まで使いをせいます。武器や原子爆弾やら、あれの武器を廃止。たくさんの福音を、たくさんの説法を、最大の法の時として、法です。法の時として、全世界を征服するという、足場大王の平和宣言の日。インドではウィジャヤタスミと言います。ウィジャヤの勝利、法の勝利、我々はその日を大回数記念日と言います。勝手にアメリカの1956年10月14日長ポール、長野区の首都インドの真ん中において仏教に改正した、ビルマの、ビルマ仏教の最長老、チャンドラマーニー大長老より、仏教としても、して守るべき。誤解を受け、仏教となったアンベルカルは、その後、自らバイクの前に立って160万の層一挙に回収進めております。毎年10月14日は大回収記念日というんで、約100万の人は、札幌に殺到していきます。自由の菩薩たちが、札幌に殺到してきます。出雲大社の、犯罪に神が集まる。全世界の神様が、いつも大社に集まる日があります。そのように、全員の自由の菩薩たちが、力を湧き上がった。かつては、人間としての、深くも何もないような、
非人間と言われたりとか、潮に立って大改修記念日参加しています。ちょうどそのように誕生日もそうなんです。ですから、これにはインド政府、マルタ政府、ナポリ市長、ナポリポリスランポリスたち頭を痛めます。どうしたらこの非常事態体制、ここに以上集まってはいけないというところを、彼が、しかも、インドのムナムナ、農村地帯です。新聞もあまり読んでない。テレビも読んでない、見てないと。よし、わからん。非常事態体制が敷かれているのかいないのか。それをどう防ぐべきか、もうやっとやっております。私も全新聞に改修広場の、まあ、日本に言えば感謝しますが、会長として北京から全新聞に出しました。4月14日改修広場、岸田文雄広場の全部四方八方から水を封鎖すると、そこにはポリスが銃を持ってずっと構えておる。改修広場のその聖地の大ドアも閉めて封鎖というので、ポリスが何十人と立っております。小八方だから、家から絶対出ないでください。捕まったら叩かれます。警察は警棒を持っております。ピシリピシリ容赦なく。その上、叩かれた上で5000ルピーの罰金を課し合える。大丈夫です。だから、皆さん、私の呼びかけは、仏教徒の皆さん、アンベルカルを信仰する、信奉する、各種、インドの宗教とは、お願いいたしますと。4月14日、アンベルカルの大菩薩の誕生日です。どうか、外に出ないでください。皆様方の家の中で、アンベルカルの像とか、ブッダの像とか、あるいはお写真を花を掲げて、線香とろうそくを灯して、一家で仏壇三覧がしちゃうと、南蛮三覧がしちゃう、三眼三覧がしちゃうと、それから
舞台のお勤め、ダンマのお勤め、サンガのお勤めをしてください。あなた方のこの中にアンベガリとブッダがあるならば、外に出なくても、そこには大改修広場の大ストーパンを胸の中にあるはずです。ですから皆さん、一歩も出ないでください。ただ二度テンポを勉強してください。アンベルカルが自分で生きていくか、アンベルカルが自分で帰った。心血を込めて書き上げた一生暗黒論、シュワシュマの一生暗黒論ではありません。アメリカは国の一生暗黒論です。それを見なさい、勉強しなさい。時間が十分に経ちます。毎日働きに行かなきゃいけない。毎日学校はさ8時頃から行かなきゃいけない。毎日夜まで働かなきゃいけない。本も読めない。お勤めできない。という方もあるでしょう。まあ十分に明日から、24時間、十分時間があります。あれにね、仏陀のお勤め、やってください。アメリカの書いた、ブッダ and his Dhamma。 ブッダと彼のダンマという本をイングリッシュもあれば、インディーもあれば、各州の本になって現在は出ておりますので、読んでください。そして憲法を、柱木を、肝に銘じ、覚えてくださいと。十分時間があります。私も十分時間があります。勉強させていただいております。だから皆さん、いないでさいと、もう全新聞に出ましたし、それからインターネットの人が3人出ました。もう次の日は、私の言葉が英語に訳されて、チェンナイ、私のマドロスですね。チェンナイターミナルの方から、出てきております。また TV も来ました。テレビ。我々は14日朝6時アメリカの会場に全てお坊さん方9人穴を開けて、それからちょっと窓を閉めてお寺の中で約1時間にわたる お勤めをいたしました。テレビが TVおりました。夜聞いたら出ておると言っておりました。全部王さんが仏教にもインドラジも本尊のドーム囲んで
お勤めをしている姿が鮮やかに映っていました。私は腰が痛いので、接骨が、40年前の接骨が痛いますので、弟子が気を配って、腰掛けを持ってくれて、来てくれましたので、そこで、それに座って、弟子方と一緒に、お勤めをいたしました。しかし、中途から、私は出かけなければなりません。あとは、弟子方に任せて、車に乗って、サビ団地を、ここから、約20分ぐらいのところです。しかし、あちこちでも契約が先方されております。サビ団長君が一人もいらせるな。一人が入れば次が入る。凶暴な防衛網が行くのに約45分間かかりました。私一人です。ドライバーに、お弟子が、つきました。プラギアボディというお弟子です。これは、日本に10年間ぐらい、岡山の創建地、原田、お主様のもとで修行させていただきました。私は自分の弟子では何と思っておったんですか。彼自身は私の弟子と思い込んで、先に菩提達磨の弟子を振ったんですが、彼と縁、彼が縁を切らしたらしい。それ以来、私を弟子だと思っておったらしい。この頃になって初めて分かって、そんなら、それでまた弟子としての前途に対する一応、しゃいでやらねばならない。と思っておりますが。とにかく、彼は、10年間ぐらい、岡山の、池田校の、お大師と言われる、名刹。臨済師匠。草原寺、原田五郎氏様という立派な五郎氏について修行されていただきたいと思います。その現在、私のところで勉強したり、車を運転してくれたりしておりますが、それを連れて参りました。道々で彼、これ作は取れない。そういういろいろまた問題を起こして、警察当局に聞いてくれ。俺を追い返していいのか、進めていいのか、聞いてくれ。それでまた、電話で、大学生から、トレー、サポを開いてくれたりします。まあ、次に言うとまた、なんだ、先を通したのに、これ通してくれ、帰れ、誰も通しないんだ。
어떤 경제? 성에 들은 각모, 사비단 조대유, 용어리 없으마, 캠포, 주의로 듣겠어. 캠포, 주의로. 다 옛날 조대스. 아, 또 주의나, 캠포, 주의로. 캠포는 아니고, 남의 같습니다. 아니, 언제 뭐, 고사된 것도 그렇지. 살초, 겐조다시 주시라든가, 고보다시 주시라든가, 이주엔 주시라든가, 신이난 주시라든가, 이런 아스코는 이제 꽈스, 그것도 뭐 아니겠습니까? 소위 캠퍼스 이구나 말이야. 주시로, 고사, 수고하오면, 신어방아 들어갔어. 다 잃어버렸어. 그는 캠퍼, 교실을 듣겠다나, 있어, 대신한 데스. 신부는 목적을 살들이면서. 시카시, 오랜미나 축복이나 있는 게 보스가, 로그노 보스가, 아니, 시작한다도, 아닌다, 세움이. 이나만의 잠재수. 건단, 고대, 인동민족도, 비지피, 날짜적인, 캠포 쪽도 간만을 하게 돼요. 이마와 오약인 캠포 쪽도 할 때가 있어. 가시모 캠포 쪽도 있어. 수고의 마스, 그 마스터. 두고로와 펄스가 오지원이라. 도약 소나스마 두고로와 캠포 쪽도, 캠포 주위로도. 캠포 고사제도 가이슈 여반 교대가 어디 가서 말씀하셨구나 이 다이시젠이 아니었어 캠포 고사제 가이슈 여반 쫙 캠포 고사제 전복을 가는데 연복하라 소사제 손나고 도해라 구해라 오스몬도 내야 할게 기아수로 이라이아수 군다리와 군무관한다 돈나야수 군무관한다 마스크도 연집품 잘못구나 안되구나 연락상은 없단다 잘못된 말도 있다 조혼이가 나게 하지 않고 キリストが来るのを偉い人が支えを呼べと言われたら来たんだと俺は全新聞、TV、インターネットに一歩も出ないよと自分で言ったやつか自分で言ってる俺は罪悪に行く気が引かない引かない引かない断った。それでも腕で来いって。おすもんどを捨ててきたんだと。来い。来ないじゃしょうない。これに行って、来た以上は、目の前に、逮捕さすの。どうぞ。これに、花をかけずには、たとえ、ポリスカーを俺が縛り、 拳銃を向けようとも、それはしないぞと、何もいらん、金もいらん、命もいらん、と、最初から決めた、俺の三大幹部、それに向かって、俺は突進していきました。どけ、扉を閉じます。これでは、どけ、取れ。 우리 아군이 불편해야지. 왜 그러냐고. 소사 선대 있지만 쉽게 우아야 후가 세대로 고사 천리 아직까지 잡아두고 닦였어. 일거리 딱
決まった。そして、始めた。どうぞどうぞ。そのために、カメラを持っておった、プラチナボディが、カメラを忘れて、鼻をだけを持ってきた。当然でしょう。彼も慌てておりますか。そしたら、ごめんに、念におりました。そしたら、私の後について、警察が、その、下におる警察もおれば、上に来た。まあ、20人ぐらいだったら、頑張るようなやつだから、登ってきた。それから、穴を掛けた。プラグやボディも、あの、向こうから掛けた。文句あるかと思ってグッと見やったら、みんな合唱しておりました。そしたら、警察方も、大きな、花を持って、その筒を出てます。なんと。そして、安定し、ここに追ってくれ。なんだ。俺はもう用がするんだ。追ってくださいって言うから、追いました。警察の偉い、今日の新聞でいますと。警察の偉い方ですね。一番偉いやつじゃないんだよ。二番目ぐらいの。あの頃って言われます。みんなで記念写真を撮りました。やば！警察だったのに守られたジャイアンです。憲法交差点の時、まず花を下げました。下には女の警察やら男のやつが40人ぐらい流しておいて、仮に、ヒンズーであれ、回教徒であれ、キリスト教であれ、仏教であれ、憲法を起草したアンベルクルバーズも、ヒンズーに向かって、敬意をしなければなりません。それから、次が、お湯が進みました。海水に飛ばす。海水に飛ばに参ったら、道が塞がってくると。このお前に言った。いつも俺の前を通さないんだ。電話かけて通すといい。電話かけて、本堂に出てはいけません。何言うんだ。みんな、あたらゆる子で、こうする。感動したってくれ。これまっすぐ行ってくれ。それは一方を解いて、がまっすぐ行って、回収広場に無事着いた。アンベルカール検証委員会、アンベルカール記念協会のメンバーが二人来ることになっております。これも警察の許可があって、三人。お前、礼。前事務総長の教会の藤礼さんの息子に、出して行きます。ちょっと待っておいてくれ。しばらく待っておいてくれ。大変。そしたら、好きに、結構偉い人ですね。あれをぐっと待って、これも50人ぐらいです。それ来て、一緒に共していただきます。おう、SB さん来るのか。SB、おう。というわけで、回収場の銅像なんだから、花を下げました。彼も光栄です。あいつを登って、高いところに登って、アンベカの、そういう花を描かれた。
それ仏像にも感謝しやお買い物を説教会普通教会座院会盲会小石会お買い物を捉えてそしてドームの中にストーパーこれを鎖のストーパーではありませんアンベルカル回数第一伝統と言いますアンベルカル回収大戦というのが大ストーパーその中央にします。その中央には金で作ったストーパーがあります。しかしその中にはアンベルカのおしゃれがありません。それより地下10メートルのところにアンベルカのおしゃれが収まる。地下10メートル、レミサです。全会長の安川へ、これは大政治家でありました。国会議員にもなり、あるいは州会議員にもなり、何日かと、大政治家や。それすると事務総長の話は亡くなりました。下げらんだおじいですけど、アンベルカルが開始するスタート。1956年に彼は亡くなる副市長でありました。アンベルカルが開始するようにも、全部その時の副市長であった下げらんだおじいさんがやった。これも歴史的な人物です。一歩も出ない。ただ海水所の騒音にするための一生涯を捧げた人です。この間亡くなりました。だから、この海水所までありました。花を塞ぎました。中に入って、歌わんなら、そんなわんなら、大行進で、タイから靴を歌いました。これが、どうも本尊になっております。これが私が、30年前ぐらい、全アップルを大行進しました。その時に私は、暑い時の、どうぞ気を失って、目を覚ましたら、海水浴の施設で、医者に見守られていました。その本尊、大変だったということです。それが、海水浴のドームの大改修。伝統の本尊なんです。ここでお勤めをする。それが外に出ます。PS さん、SP さん、偉い。名前を知らなかったのが残念であった。今も聞いておりません。私はこれから飛行場に行きたいんですか？何ですか？ここと憲法交差点と開通。広場、大気圏とは、警察の命令で来たんですよね。今度は、エアポートの前にある、アンベガルエアポートです。インターナショナル、ドクターババさん、アンベルカル、インターナショナルエアポートというのが、正式の名前です。ドクター、アバサエアンベルカルインターナショナルエアポート。その前に大きな道路があっています。これは私どもたちを大闘争して、立ち立ち、
出してもらった銅像です。確か断じていかなきゃいけない。前にヒンズー教徒が立ったもんだから。下を積むと。ちょっと小さい。大銅像です。それは、それだけでもいい。アメガラ買って、下を積めてない。銅像と胸を張って、あれも人の人間だ。あれも人の人間になる。あれも人間になる。カッパしやると、生涯である。それを罪と圧倒とつくとは、やることはそれやらへんと。約2年間、3年間と使って、取り払わせました。その後、当然とした、上向いて、試験の、県人ですね、県人。県人だから。県人と言いますか。県人。愛になれば県人。俺は県人だ。地の県人だ。だから県人だ。それを、スミスターンだから、そうだった。だから3時行かないといけない。それで ASP が、私も行きます。連れて行ってあげます。で、やはり、こう、こういう時期だな。スピー偉いやつ。じゃあ、お前、先に立ってやってくれ。俺、あそこのお前なんて言ってくれ。それから、彼は彼の、どうしようか。運転手かカメラマン。運転手を借りてますから。行きました。途中、行かずに途中。あれほど、私がお願いしておった皆さん、青年方が溜まっている。いつ話をしたりしよう。さあ、警察が起こった SP です。警棒を持って、車を取りました。私の車は、その後、ずっとストップしました。警棒を持って降りた、その SP が、警棒を振って、出しばし取り直されたと。ラジオ最初の時は、はい、連れて行きます。と。穏やかに行った警察が降りるようになって、警棒を振ってる。仕事をすんなと思ったけど。もう、さあ、と、米の子を知らすように、皆さんも逃げてきました。それで、ようやく、エアボートに、そこにもボート、ボリスがいました。しかし、SP ボールから、文句は言えません。また、SP も、花を持ってきておりました。今度、会社以上に出さないでこうやってやって。私は、今回はカメラ、新聞には発表しないって言いました。ただ写真だけ撮ってくればいいと。記念記録に。ところが、だから彼も花をかけました。私も花をかけた。私の姿は消しております。全部消されて、よかったと思います。しかし、私の撮った写真は出ております。そこで、アンベカル、ブルターバーさん、ベルガルキー、おじいさんとおばさん、ベルガルキー、アンベカルも、アンベカルバスに総理あれ、アメリカバサトに総理あれと、三度大音量で、叫びます。ジャイベン !SP が変な顔してみてくれた。それから、SP が返してもらいました。で、我々は、今度は音頭を使って帰ってきましたが、こういうことで、昨日は終わりました。また、今日から新しい会、2時、医療体制が敷かれております。5月3日前です。今日、また私が出てある免許をパスをもらい、人を使わせております。私の実践が警察にも気に入ったらしく、新聞には
憲法交差点で第一番に花を咲いたのは海水浴の会長である笹井秀里氏が、この憲法交差点に出向いて第一番にアンベルカル大菩薩に花を咲き、その次は警察のシーターバイといって、インドで一番中心とシーターバイの警察社長が花を咲き、第三がまた大警察庁で、どっかの区域の警察庁で、警察に次する第一番に私が、警察当局が自分で発表しておりました。たずも三つは進めておりますね。だから俺は出さなくても、発表しなくても、回収の前やつらが発表しなくても、当局が発表しておりました。しかし、海水ラマが発表してくれて、しかし、エアポート、飛行場の、大蔵の、あれは、発表されていませんでした。しかし、アンメルカルは、私の真心を、銅像で見守って、分かってくれておると、思います。その後、ちょっと長くなって、満州の中に入れました。満州は、観光地帯です。流山も観光地帯に指定されております。インドの最後の、BGP 党の後輩になっている、RSS の地域です。だから、ここで問題をされたら、悪宣伝をされると思って、出向きました。そしたら、満州に着いたら大騒動です。大勢の人が、寺の中を言います。私はいきなり、万人の受け入れ、ぶん殴りました。三つほど。あれほど全員に、全ナポナプスに出しておる。私のメンツは生まれてくれ。もしここで、コロナが発生した場合、それこそ RS の本部だ。仏教徒が、全部の仏教徒が叩かれ。仏教徒はこういうことをする。そういうことは感謝ので、おまつをふらっと半分のことになった。ところがあるから聞くと、ハイザーバーという、現在テレンガの、テレンガ州の首都となっており、ハイザーバーでハイザーバーから、ナップ部門に歩いてきた。汽車もない。自動車もない、バスもない。行かせに行った人たちが、自分の家に帰らせ、ロックダウン。ハイザーバードが400だ。400の小さな子供って、歩いてきた。いろいろだ。それで、マンションの婦人会。私のお手紙に、ご飯を作って写真を。それを聞かなかったもんで、俺はお前、出て行けんな。と言って大声で言った。結局、社長やれ飲んでくる。小さな、青年が警察してきた。それに向かってもらった。すぐ電話したらしい。つまる二人来た。ところが、あそこから聞いて、60人ぐらいの人が、もうヘトヘトなって。そうか、と。そんなのは分かった。しかしもう追い出したもんで、
だから言っちゃいけない。道の下に壊れて、木がいっぱい並んでるから、あっちに向くさ。そこに、来たげ、ご飯を食べてくれ。早くご飯持ってきてやれ。どな、な、うまそうに、俺に何で、山下さん。お客さんも、謝らなきゃ、ぶなったから。それで、警察が、俺を見つけた。何度目だとか。私たちは知らなかった。その場所にね、みんな、この、手に入り込んで、水浴びをしたり。このモーター最後は、モーター、水着のモーター来ないじゃん。チェンジしたばかりだぞ。何万のペアって。何十人さ、岩、水浴びをしてるじゃん。またモーターが、機械が壊れちゃうわ。なんだめ、この売り上げ。何もしなかった。しなかったんだって警察が置いてるじゃないか。いや、警察は各部屋ある。お寺に、各寺に、その人置いてる。そういえば、みんなの寺に行ったな。会社の前な、安藤に行ったな。大沢、100人だったな。キャンプ交差点。そうか。それで、みんな電話されてる。ここに、探偵が怒ってる。ダメだよって。俺は全部新聞に書いてる。テーブル。俺の本当がこんなことしてるんだ。このことやったら俺はこう縄付きだと。俺は座っていけるんだ。いや、俺たちだって座った。だってこれはそれ聞いたと。いろいろなってことじゃねえか。ご飯足りていないじゃねえか。お金にしてないじゃねえか。俺欲しいの。勝手に返してくる。それで追い詰め出されて、アンドラペですから、テレンガナですから、こう、ダクメクて、これから、マッチョプレです。大分、キャッチスカルス、大分の先に帰る。昨夜、シープンの。なんだ私はすまん。そのうちはすまんぞ。俺たちおばあちゃんの時代、いや、料理やっております。料理やってるのがどこに行ってるの？ラムネックの幹事長の横に、幹事バーンっていうのがあった。幹事バーンにしても、買ってくれた。運転してるか？自殺だけなのか？やってる。しかしもうここでは、こっちでも、仏教人会が、わの用意をしてると、死にかけてるんだ。浮いて。だから、この大切だと。それでみんな昨日、素早く一体から追い返したと。また呼んできて、木の下に座らせて、食べさせる。そして今度は流れないと。ケースがやっぱり、3人ぐらいです。お倉さん、それから、ところが私が来たときに、あちこちからまたどんどんどっから来たのか、3人も大関だ、1000人と。たちまち15人ぐらい、これで5人ぐらいなんだと思うんだ。15人もこんなとこで座ってもらっちゃうから。おそんかい。というわけで、外にまた積もったわけ。それで俺出て帰っちゃった。そういうわけで私のマンションの中にのちょっと違反的なことをやったけど、腹が空いてのを見て新幹線の餓死する寸前の人たちを助けてくれた人会は。となるわけにいかないと、ありがとうございます。というような言葉で返して、武器を実用しなくったけれども、そうなんだと、冷めて、そういう昨日の一日でした。
人の死ぬには、みんなは全部家々の座にろうそくを灯していたと。かなり弱くて、アメリカ時代にでも弱っとだと。いえいえ。アメリカ、みんなは手足が全部泣くのを家々で家の前にろうそくを灯す。そして花火を下げて、寺にも住まった。寺に来られたら困る。とにかく集まってはいけない。家でやってくれる分は、こういうふうに言うのは、そして新聞にも大体、私の心は伝わったように書いておりました。それですから、女皆さん、皆さんも、日本はまだ厳しくなっていないと。この休みを見たら、マレーシアにおる、一日本人が、日本に向かって、日本は厳しくしてないと文句をつけてました。それが新聞に出ていました。日本語じゃないんだよ。ヒンディ語で。マネージャーにも日本人を、民部さんというような人は、これは絶対頼もしれない。民部さん、民部さん、名前がすごい名前、民部。民部の助とか。だから、日本は厳しくない。もう少し早く、やればよかったって言っても、日本経済。また、そばに中国、韓国、北朝鮮が苦しい立場だ、総理大臣も。彼の考えも尊重しなければならない。毎日、本当に300人が増えてるのか。300人から500人ずつ増えてますね、毎日。毎日300人から500人ぐらい増えてるというアビー、今亀井病気の多くです。日本も中国のように秘密主義を守ってるのかしてないけれども、みんなの OK 新聞が出ていない。中国は出ていない。しかしある時に、ある地域に中国、ある地域だ、一地域だけでも、いわば、マラスラス。一地域だけでも、7万5千人が中国におる。そしたらインドは大国だ。何地域あるかしないが、10万、20万、50万ぐらいというんじゃないか。まあでも、わし、多くは出ていない。日本も、目の前にインターネットを持った、亀井淳君、ガンマボディ、ビーマボディ、ビーマボディ番手が、何でも、毎年、毎年、毎日、300名から500名。これは大変だ。日本は小さい国だ。人口も少ない。日本人が全員、山に倒れる可能性もあるぞ。中国に比例したら、アメリカに比例したら。私の胸は時々、他なる国、僕日本が、そういう状態になることは、とも悲しい。この間、YouTube を見てたら、最も人を笑わせておった、何とかしておった。志村健さん。志村健という人が、危ないと。
来るわけですか、はい、来るわけね3日間で亡くなった病院に倒した自宅不明になったその3日目で死んじゃったえこういう人を楽しませてくれた人も亡くなってそういう大臣様あなたも危ないぞだから気をつけて日本国民を守ってくれ勝って右使いに対するんだ最後にお母さんは本年来た天皇陛下昭和天皇様が踊る時南を助けてくれと言うだろうと思った俺は私は命を助かりたい生きたいそこは日本天皇は行くともしないどうぞどうぞ一切の罪は私にあるイエス・キリストがイエス・キリストが一切の罪少々せしの罪は私の発言昭和天皇も軍人の名前も出さない東条の兵器の名前も出さないこの大将の名前も出さない最後は我が子私はどうなってもいいから安田家にされてもいいから必ず首さらしにあってもいいから日本民族を必要なのね条件を起こす。どうぞどうじゃなくて、これに感激した。これに感激した。お母さん。びっくりした。立派な先生だ。立派な先生だ。天皇陛下だ、それか。天皇陛下。原発にさせてはならんと。心に決めたんだろう。東条平家も最後軍部の責任があると天皇は天皇で今一切どうなっているのか平家主様あちゃもそういう気持ちで日本国民を人口が少ない中国の会社もいっぱいおる中国人もいっぱいおる韓国の人もいっぱいおる日本を守らなければなりませんあなたの口を開けどういう意味によってあなたの口を私は何にも不要でもない詐欺もない真ん中の立場から冷静に物事を判断しているものではだから日本の国民を守るために経済を守るために依頼にしようロシアイラン三国同盟を引きアメリカを入れてない日本を入れてないか日本を入れてないと思います石油を止められたら日本人のも日本も別ちゃんこだアメリカが重大な疑念を自分で持っておる仕事は心配です。日本の皆様、マスクをしてください。お手を洗ってください。最初毎日手を洗ってやる。たとえブスだらけ、ゴミだらけの人間でも、赤だらけ、素だらけの人間でも、
頭だ。インドのため、インド人のため、あるいは母国日本のため、85歳でも、もう少し、お役に立てばいい。というところから、皆さんの中国やら、意見やら、愛の言葉を聞いて、今日はね、ちょうど、よく、ただね、来ております。どうか皆さん、列車と、日本から、インドから、日本を見て、亀井隆起の訃報を聞いて、胸がドキ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 しております。何に対してもドキドキするような人間じゃないんだけど。ところが、このコロナという、アメリカ大統領も、それと、びっくり。今日は秘密的になって、受ける。どういうことになってるのか。日本の安倍、新庄総理大臣は、同じ日本人です。だから日本人と日本人、秘密の主義にしても、わかる。だから日本国民を、持ってもらう。安定会の皆さん、皆さんも注意してください。皆さんのおかげで、今年は、来年、2011年より、毎年のように帰っておりますが、そのために毎年支援をいただいておりますが、ひょっとして5月3日が伸びたら、ウッタージャイアンにもまだ止まります。ひょっとしてひょっと、今年は日本に、帰れないかもしれません。アメリカに招待状をもらいました。しかしアメリカは、すごい、これらの病魔が、アメリカ大陸を襲っております。これも完全に中止されました。日本におるインド仏教徒の皆さん、インドの皆さん、インド政府が日本政府に日本にあるインド人は返さないでもらいたいどうし真相日本政府に送っておりますその告示を行いましただから日本の仏教徒日本におるインドの仏教徒皆さん、孫さんもおれば、子供さんも、奥さんも、だいぶおると思います。頑張ってくれ忍耐でございます。今日、忍力を払います。環境は、どうあろうとも、歯をずっと食いしばって、敵の苦悩を待つ。人力を払う。変わらずちゃんだというのが仏教だ。時代が解決してくれる。時期が解決してくれる。焦るな。泣くな。ひるむな。ずっと我慢して、歯をくすばって。与えた時間インド憲法を読むとか日本憲法を読むとか仏教徒の
読んの般若心経を読むとか、座禅をするとか、インドの憲法を読むとか、インドのお勤めを仏教でもってもするとか、インド教徒の皆さんもおるだろう、カルチャー団さん皆さんもおるだろう、皆さんはそれぞれ引力を払うんです。シャンティー払う、シャンティー払う。一般水の中にも日本仏教の一般水を思います。その中に引力を払う、シャンティーパラミタ、シャンティーパラミタ、地球まで頑張って子供にマスクをさせて、日本からは帰れない、インドも消えない、こういう真相は日本とインドで取り交わされているんです。頑張ってくれ。なんでかいの皆さん、それはインド日本におるインド仏教の皆さんに遭遇してくれ。おめでらっしゃい。久保寺さん、久保寺先生、インドから呼び寄せています。日本の皆さんによろしく言ってくれください。荒巻龍子、龍子か、荒金龍子さん、荒金龍子、龍子です。龍子頑張れ。知るもの、お前はインドにも雑用を実践してるんだ。マスクをたくさん送ってもらった。俺はそれをいつも口がけてやってる。これもお前のわけだと。佐伯、了解。和尚様、南天海を力強く支えてくれてありがとうございます。森田大将先生、河野大通五郎様、大使様から、お老子様から入れた50万円、大切に保存しております。使い込みは一切しません。それも、私のインドアノニム総長、アルパイエさんからお父さん用途買った車を借りて、お父さんの理解をいただいて、私は着用させていただいておりますので、ありがたいことです。だんだんの方も、私の真心が分かってきたというたものか、気球の場合は、助けて、避難にあった場合は、助けてくれております。いよいよ、私も本当のインド人になって、身を捧げ、尽くすことができる、心になってきたようです。富士憲法恩兄弟、あなたから返してもらった龍樹殿を
私が書いた龍寺伝、龍寺の北条と対する聖書にして世に発表したいと思ってます。毎日毎日が精神的な葛藤であります。なかなか私が2014年ほとんど死んでしまいました。その実際の歴史書40年間50年間集めた参考書が全部盗まれてしまって、致命的な出来事を思っており、それを清掃して中村十戒書を読んで、あるいは講義されて時間がちょっと遠のいていっております。必ずやらねばならない、これも私の使命であります。龍寺菩薩北条の十字山も内容を政府の闘争にかかっております。北川の大闘争2012年現在まで5年間してツアーも却下しております。されているところです。2、3ヶ月で却下してますから。5年ぐらいで却下されないで、まだまだやってるのは、これもインドの心がある方々の付け出しが、助力があるからだと思っております。これからも頑張っていきます。それでは皆さん、長らく長らく手伝いと申しました。これ1回では発表できませんので、2回、3回、4回、5回と分けてもらうか、ぜひ発表していただきたいと思っております。どうもありがとうございました。ナモ、ナモ、ナガルジュナ、ボディサトバイヤ、ナモ、ナガルジュナ、ボディサトバイヤ、ナモ、ナガルジュナ、ボディサトバイヤ。おー、ナモーアンベルカルオディーサトバイヤー、おー、ナモーアンベルカルオディーサトバイヤー、おー、ナモーアンベルカルオディーサトバイヤー、ナモータッサーアガワトワラートサンマーサンタッサー、ナモーアガトアラトサンマーサンタッサーナモータッサーアガトアラトサンマーサンタッサーチャイベーン。